はい、どうもブロです。今回はこちらを溶接していきます。今回はですね、鉄骨溶接で、まあ、たまにあるんですけど、まあ、上限下限っていうのがあって、ラチスにこの謝罪がですね入るタイプ、トラス張りっていうのがあるんですけど、こちらの謝罪がですね、まあ、エッジ鋼でなってるパターンがあるんですけど、今回はまあ板厚が32mm、ここまで厚いのっておそらく S グレードぐらいしかないんじゃないかなっていう感じはするんですけど、まあ、今回この自然解析ってことで裏当てですね、本来ここ、まあ、隙間空いてるんですけど、まあ、こういう感じの溶接ってあまり良くないんですよね。肌透きっていうのかな、まあ、ここに隙間があったら本当は本来ダメなんですけど、ちょっと加工するのが大変なんで、ちょっとこのままやらせていただきたいなと思います。で、今回わざとですね、ギャップなんですけど10ミリにして、まあ、隙間空いて斜めになってるんで、まあ、ギャップ自体相当広くなっちゃってるんですけど、まあ、20ミリぐらいですねあるんですけど、まあ、ちょっとこんな感じでやってみようかなと思います。で、こういう溶接の拡張なんですけど、まあ、こう当てるとですね、斜めの延長線上この差し金が当たってる部分から、ここからまあ10ミリここまで、まあ、溶接を盛らないと、まあ、大体、まあ、10ミリっていうか、まあ、大体これぐらいなんですけど、まあ、10ミリぐらいまでに収まるように溶接していきたいなと思うんですけど、なかなかすごいですよね。僕もこんなのやったことないんで、まあ、いつものごとくうまくいくか分かんないんですけど、まあ、うまくいかなかったらもうちょっと脚長多くなるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで溶接していきたいと思います。で、通常なんですけど、まあ、大体ギャップが6ぐらいになってると思うんですけど、今回の場合結構広めになってるので、一発目は、まあ、ここの裏当ての角と、まあ、この隙間狙って1回目走って、まあ、3パスぐらい走んないと1層目は埋まらなさそうなので、まあ、2回3回持ってからやっていきたいなと思います。で、溶接機が、まあ、本来この厚さで電流は300アンペア以上でやろうと思ってるんですけど、350の溶接機を使うとですね、まあ、使用率っていうのが溶接機にはあって、350アンペアの機械で300アンペア以上で使うのってあまりよろしくなくて、機械壊れる可能性もまあなくはないんですけど、まあ、冷ましながらやるんで、まあ、この場所でやるのがやりやすいので、ちょっと350の機械でやっていきたいと思います。使用率のことを説明します。定格出力350アンペアの溶接機使用率が 60% の場合、10分間に6分だけ350アンペアの電流を使用することができ、4分間は使用しないで機械を休ませる必要があります。このクラスの溶接は500アンペアの溶接機じゃないと使用率が超える恐れがあります。暇な時にでも計算式に数字入れて計算してみてね。使用ワイヤーはパナソニックの YM50 1.2mm、 規格で言ったら YGW の11大電流用のワイヤーです。で、電流なんですけど、初期が180の 20.4、 本電流が310アンペアの 31.7 で、クレーター電流が190の 21V で、まあ、あとは やりながらですね、電圧の微調整はやっていきたいと思います。で、2パス目がここのビードの際を溶かして、プールがですね、この上にかぶると血管入りやすくなるので、まあ、とりあえずこのかぶらないような速度でやっていきたいと思います。とりあえず初走はこんな感じですね。見た目が汚くなってしまいましたが、この後調整していきたいと思います。ブラケットはまっすぐ立っているとして仮定したら、まあ、今のやり方のままいくと、やっぱりこの足がここまで出さないといけないんで、上の貝先ばっかり埋まっちゃって、下の足が全然出なくなっちゃうんですよ。
なのでもうちょっと足を出すような感じで溶接していきたいと思います。今までちょっとスイ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 溶接しちゃってたんですけど、本来ですねハス管温度っていうのがあって、350度でやるとしたら端から端まで溶接こうしてって熱入ってくるじゃないですか。でそうなってきた時にハス管の温度が350度以内で溶接しないといけないっていうのが完全溶け込み溶接ではあるんですけど、まあ、必ずやり終わって当ててみて溶けましたよね。これこの状態っていうのはこの350度超えてるってことなので、まあ、本来はこれが溶けなくなるまで冷やさないといけないんですよね。まあ、これを本当に1パスごとにこう測らないといけないっていうのがまあ一応基本になりますね。とりあえず今回は模擬的にやってるだけなので、まあ、ちょっとパス管温度は無視してやっていこうと思います。もう少し足を出した方が良かったです。舗装16パス目から今までより足を出しました。感覚的に炭抜き溶接で脚長12ミリの足を一気に出すぐらいのやり方です。入熱量を考えるとビード幅は20ミリを超えないように溶接することが理想です。海外では入熱量厳しくて15ミリ幅かな。3層目の足をもっと出せばよかったと後悔しました。なんとか調整します。貝先側だけ見ると次のパスで仕上げの前になりそうです。足が足りない、いけるかな。それでですねうまくまっすぐ走れないよっていう方は、まあ、こういうバカをですね、まあ、こんな感じに置いてこう溶接してった時にプールを、まあ、ここから何ミリ離しっていう感じでキープしながら進むと、まあ、ちょっとあんまグネグネになったような溶接にはなりにくいかと思うので、まあ、結構こういう風に置いてやってる人いると思うんですけど、まあこんな感じでちょっと一回やってみたいなと思います。でこうビードを見た時にですね、まあ、こっち全部左側から右に溶接してるんですけど、まあ、ちょっとここやっぱりクレーター部分って引っ込んじゃうんで、まあ、うまく調節する意味で次からちょっと右からやっていこうと思います。仕上げ前です。上側の貝先は埋まってしまいましたが、この上から最終層を始めていきます。若干のど厚が足りていないので、この上から仕上げるとちょうどよくなりそうです。トーチ角度やどのようにビードの頂点にかぶせているか見ていただけたらなと思います。
はい、裏を拘束するのを忘れちゃったんで、ちょっと起き上がっちゃって、きっと多分、最初の怪我より、拡張出さない感じになっちゃったんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、最初の2勝目ぐらいまでは、普通のブラケットの横付けするような感じの拡張の出し方でいいんですけど、やっぱりその3勝目ぐらいからは、結構もう、足を多めに出していくような感じでやらないと、最後ちょっとやっぱり、うまく調整ができなかったです。対策がここまでなんですけども、埋めすぎちゃった分最終パスちょっとこの上の方に持っちゃったんで、3層目ぐらいからちょっと足を出すようにして、その仕上げ前ですね、解析残すような感じでにしてからこの仕上げを埋めないと、やっぱりこの端部ちょっとこの最終パスここってここだけ飛び抜けて出ちゃうような感じに、分かりますかね、なっちゃうんで、一発でどうにかなるような溶接ではなかったです。2、3回やったらうまくつけれるかなってとこなんですけど、まあ、最後の方になったらですね、このビードの下側があんまりほぼ見えないんですよ。まあ、なんかのそのコアだったっけな、コア付けの動画出した時に言ったんですけど、やっぱその突き出し長さを結構遠見ぐらい短くしてやると、この結構下のシルエットが結構見やすくなってくるんで、前のパスの埋めたこのビードの際を見ながら目印にやってって、まあなんとか埋めれたんですけど、これぐらい熱くなって溶接何回持ってくると結構難しいですね。今回はここまで。何か一つでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。